さあ、皆さん、本日もよろしくお願いします。テレビをチャンネル元、放送作家の長谷川良品です。今回は、NHK ニュースウォッチ9が謝罪、悪質すぎる変更報道を超えた捏造と題しまして、問題となっている、同番組の捏造について、なぜこんな愚かな報道が行われたのか、その2つの理由について解説していきたいと思います。ということで、この番組では毎回テレビにまつわる考察や、時に辛辣な費用を元テレビマン視点で行っておりますので、 チャンネル登録よろししくお願いしますさて5月16日おとといですね NHK ニュースウォッチ9にてメインキャスターである田中正義アナが謝罪されました最初にこうざっくり説明しておくとこの謝罪の前日5月15日の同番組の放送で。 ワクチンの接種後にお亡くなりになられたご遺族の方3名のインタビューを切り取り、あたかもこうコロナに感染しお亡くなりになられたご遺族のコメントであるかのように放送してしまうわけです。そもそも NHK は今回の報道に関して9日、この遺族会の代表の方宛てにこんな取材の打診をしていたそうなんですよね。ワクチンで被害があったという人たちがいることも世の中に残して伝えていきたい。そこで この代表の方の呼びかけで遺族の男女3名が京都府内で NHK の取材に応じたというわけですつまり NHK は今回ご遺族の気持ちに寄り添う報道をしますよと取材依頼をした上で実際にはその思いを踏みにじるような形でそのコメントを恣意的に切り取りあたかもコロナでお亡くなりになられた遺族の方々の証言であるかのように報道したわけですこれはもはや偏向報道というより悪質な熱度 何しろこうやんわり取材対象者が意図しない方向に誘導する巧妙なミスリードなどではなく遺族が主張する内容とは真逆の文脈で放送ちなみにこの放送たまたま私自身オンタイムで主張していたのですが明らかに感染でお亡くなりになられた遺族の方々3名のコメントのコラージュだと思い込んでいましたところが翌日その報道に怒りをあらわにされる方々のツイートに気づき 実際にはワクチン接種直後にお亡くなりになられた遺族会の方々のコメントだったと知って、まあ、驚いたわけです。いや、これ、我々プロのテレビマンだった人間から見ても、感染で亡くなった方々の証言、それ以外にこう受け取りようがないんですよね。とてもこう、ワクチンの接種直後にお亡くなりになられたまあご遺族の悲痛な叫びというメッセージは、彼らのコメントからはもちろん、画面構成やサイドスーパーにも反映されていませんでした。むしろこう意識的 に排除されていいるとしか思えないわけですそしてこの VTR の最大の問題は意図的だったのか、まあ、あるいはボンミスだったのかという疑問ですよねでこれは正直テレビマン経験から言わせてもらうと明らかに意図的だったと感じますまあ騙し討ち的なインタビューとしかこう思えないんですよねちなみに VTR の尺は1分のダイジェスト的な構成番組のエンディングさて コロナが5類に移行してから1週間が経ちました。今夜はこちらの映像とともにお別れします。そんなスタジオの VTR 振りがあると、エンディングの曲とともに VTR はスタートします。で、その画面右上には、戻りつつある日常、それぞれの思いという、まあこうしたサイドスーパーが表示。そして VTR の冒頭は、まあある種感染拡大当初のこうネガティブな象徴とも言える、ダイヤモンドプリンセス GO のアップ。 今年3月、まあ、神戸港がこの大型クルーズ船の入港を再開させたわけですが、その巨大客船を前に港で演奏を披露する吹奏楽部の若者たちが映し出されます。まあ、おそらく高校生でしょうね。クルーズ船を迎える彼、彼女らのウェルカム演奏ですよね、多分。コロナ前にはこうした巨大客船と高校生たち、吹奏楽部とのコラボが頻繁に行われていたようです。そこでま、日常を取り戻しつつあるという象徴、風景として冒頭に紹介。 あるいはこうなんですかねすべてはここから始まったという意図もあるのかもしれませんするとこう画面は切り替わりそこには私たちの3年余りというこうしたテロップが画面中央に大きく表示されますそしてワクチン接種直後にお亡くなりになられた遺族会の方々のインタビューが一言ずつコラージュされますまず最初は夫を亡くされたという女性の声一体コロナって何やったんやろうなと思いますねそんな風にこの女性は発言 そしてここでの人物紹介テロップには、夫を亡くした○○さんと実名表記。ただ、ワクチン接種直後にお亡くなりにという文言はどこにも見当たりませんでした。続いては父親を亡くされたという若い男性。彼はこうコメントします。そしてここでの人物紹介テロップもまた、父を亡くした○○さんとだけ表記。 で3人目は母親を亡くされたという女性がこうコメント遺族のの方たた声を実際に届けていいいだきたいと思いますで改めてこの VTR を振り返ってみたんですが唯一彼女のこの発言遺族の方たちの声を実際に届けていただきたいというコメントだけ、まあ、ギリギリこの遺族会が本来伝えたいメッセージ性らしきものが生かされていました。 とはいえやっぱり彼女の人物紹介テロップにも母を亡くした○○さんとしか表記されておらずワクチンの接種直後にという表記はどこにも見当たりません、まあ、答え合わせをした後であればなんとなくそのメッセージを汲み取れますが何の予備知識もない初見であればこの我々の声を実際に届けていただきたいという真意は汲み取れないだろうことは言うまでもありません こうして三人のインタビューを終えると、まあ画面は渋谷の雑踏に切り替わり、スクランブル交差点をこう行き交う人々にフォーカス。そしてそんな映像に合わせ、踊りつつある日常というテロップが表示されます。さらに外国人観光客たちの、こんにちはという声や、若者の、やっとマスクが外せたなって感じですという笑顔。そして高齢者の、まだまだ気をつけようと思いますという映像がコメントとともにフラッシュとしてコラージュされる と最後にはこう少しずつ明るい未来へというテロップで VTR は締めくくられるわけですいわゆる明日への希望というサジェスチョンですよねしかしこれ言うまでもなく未だこう日常を取り戻せないでいる遺族の方々にとってはどんなに残酷な VTR 構成かそもそもこれ今回の NHK のロケにあたって 遺族会の方々もこう独自にカメラを回されていて Twitter 上で公開されているわけですがその2分ほどの VTR には NHK の放送とはこう全く文脈の異なる普通な叫びにも似た声が収録されていますワクチン接種直後どういう経緯でお亡くなりになられたのかを克明に証言。 さらに思い出の品などについて後ろ髪を引かれる思いでコメントされているわけです。でね、ニュースウチッチ9の VTR はおそらくこうしたインタビュー撮りの中でちょろっと とこう語られた一体コロナって何だったんだろうというような、まあ、要は余白余談のみを切り取って放送言うまでもなく遺族会の方々が本来伝えたかったメッセージの痕跡はほぼありませんしかも何よりこう悪質かつ残酷なのはこの VTR のパッケージですよね要は趣旨です さっきも触れたようにこの VTR は終始この画面右上に戻りつつある日常それぞれの思い出というサイドスーパーが表示されますちなみにこのサイドスーパーにはどういう意味があるのかというと要は見出しヘッドラインなんですよねつまりその VTR の主題タイトルそのものであり日常を取り戻しつつある世界の明暗光と影コントラストを描こうとしているわけです まあこうした VTR にはよくありがちな構成であり現在の渋谷の雑踏というポジティブな日常とその裏で悲しみを未だ引きずる遺族の声というギャップで構成されるわけですしかも悪質なのはその光と影の影の部分明暗の暗の部分の証言者として彼ら遺族の方々の声を利用したところにあるわけですよしかも彼らが意図しない方向でですよ さらにこれはテレビマン視点作り手側の思惑で言うとこの VTR はこう明らかに悲劇を感動に仕立て上げる物語として消費させようという企てが見え隠れするわけですまあ私自身これまでドキュメンタリーあるいは感動ものの再現 VTR の台本も数えきれないほど書いてきましたがどうしてもこう作り手は麻痺してしまうところがあるんですよね何ですかねこう不謹慎極まりない欲求の発芽を抑えきれないところがあるんですよねこうも もっともっと泣かせようもっともっと感動させようとこう危機として人様の不幸を過剰にデフォルメいわば商品化してしまうところがあるわけですでこの「ニュースウオッチ9」の VTR にもそうしたテレビマンならではの醜悪な企てを感じ取ってしまったそしてさらにこう苛立ちを覚えたのは冒頭でも触れたように今回の件 おとといのニュースウォッチ9のエンディング間際、メインキャスターの田中正義アナから申し訳程度の謝罪がありましたが、この謝罪には虚偽の申告があると個人的には感じるからです。改めてどんな謝罪だったのか紹介。こんな内容になっていました。 昨夜の放送で新型コロナ5類以降から1週間戻りつつある日常と題しておよそ1分間の VTR を放送し Twitter などでも配信しましたこの中でご遺族と紹介して3人のインタビューをお伝えしましたがこの方たちはワクチンを接種後に亡くなった方のご遺族でしたこのことを正確に伝えずコロナに感染して亡くなったと受け取られるように伝えてしまいました取材ではワクチン 接種後に亡くなった方のご遺族だと認識していました番組はコロナ禍を振り返りご遺族の思いを伝えるという考えで放送しましたが適切ではありませんでした取材に応じてくださった方や視聴者の皆様に深くお詫び申し上げますという内容になっていました で、この謝罪のどこに嘘を感じるのかというと番組はコロナ禍を振り返りご遺族の思いを伝えるという考えで放送しましたというこの一文ですいや、個人的には正直そんなことありえないと思います明らかにこの遺族会の思いを伝える意図はなかった冒頭でも述べたように最初からこう狙った騙し討ち的なインタビューですよねそうとしか思えないんですよなぜならそういうご遺族の思いを伝えると という趣旨の vtr なら戻りつつつある日常それぞれぞの思いいなどというサイドスーパーつまりタイトルはまずつけませんテレビマン視点で考察するとこうした戻りつつある日常それぞれぞの思いこうしたテーマの VTR でこの遺族会の方々のコメントを使ってしまうとそのテーマ趣旨とは違う別の意図が乗っかってしまうからですこれを我々の業界用語ではよく視点が散るブレてしまうなどと言ったりしますまあ本 本来こうしたヘッドラインの VTR であれば感染でお亡くなりになった遺族のコメントを使うのがま筋でありまあ常識です。 そして事実、オンエアされた VTR でも、彼らの声は感染でお亡くなりになられた遺族のコメントであるかのように使用されてしまった。つまりこの、戻りつつある日常、それぞれの思いというテーマありきで取材をしたというのであれば、彼らのこう思いを伝えたかったどころか、やっぱりこう最初から遺族会の思いを踏みにじり、騙し討ちにしようとしていたとしか考えられないんですよね。要は、当初からご遺族の思いを伝える という意図はなく切り取り取取前提で取材を行ったのではと感じてしまいまいすただ、まあ、そうなるとここである大きな疑問が生じるはずですじゃあなぜ「ニュースウオッチ9」の制作クルーは最初からコロナ自体の感染でお亡くなりになられたご遺族のコメントを取らなかったのかという疑問ですさっきも触れたように視点が散るブレてしまうのにどうしてこうよりによってワクチン接種後にお亡くなりになられたご遺族の証言を取りに行ったのか そしてそれをこうあたかも感染でお亡くなりになった遺族のコメントであるかのような切り取りをするくらいなら最初から感染でお亡くなりになられたご遺族のコメントを取ればいいわけですでねそうしなかった理由を考えると大きく2つの原因が挙げられると思いますまず1つ想像に耐えやすいのは親までのスケジュールがこうタイトだったのか適切な取材対象者がなかなか見つからなかったということですよねそんな中この被害者 会の代表の方に打診をしたらなんとこう3名も揃えてくれるというわけですそこで番組はこれに飛びついたそもそもこう最近は NHK といえど予算を削られロケの費用対効果が重視されます事実今回のロケニュースウオッチ9はおそらく1つの場所で3名のインタビューを まとめ取りしていることからも、いろいろとこう、都合が良かったんだと思います。そしてもう一つ考えられる大きな理由があります。ちなみにここからは私の方言、一つの個人的見解。なんなら陰謀論として捉えてください。さっきも触れたように、これテレビマンの悪役と言いますか、佐賀と言いますか、ある種まあ疑惑に満ちた、業のようなものですよね。どうしてもこう、視聴者の皆さんの喜怒哀楽を過剰に揺さぶりたいと思ってしまうところがある。特に感動者に関してはそうです。 悲劇の物語を感動というパッケージングでお茶の間の涙を過剰にさそうとするそういう意味において温度感熱のある方々の証言を取りに行きたいという思いが少なからずあるわけですでねそうなるともちろんインタビュー対象者の選択にも皆さんが考える以上にテレビマンはシビアに。 意図を持ってアサインしようとすするわけです今回のケースでいうといやもちろんこう大切な家族を失う悲しみに、まあ、大小などありませんがそれでもこう感染時代で亡くなった方に比べワクチンの接種直後にという理不尽なお亡くなり方をされた遺族の方々の戸惑いはやっぱり大きい気がしますするとそういう理不尽を抱えた方々のコメントの方が圧倒的に強い、まあ、不謹慎極まりないわけですが悲壮感という熱がある 温度感があるるとテレビマンは捉えるわけです。で、まあその温度感のあるインタビューの流れで都合のいいコメントだけを聞い取ればいいと考えるそんなこともあってこの遺族会の方々に取材依頼をしたのではとまあ、そんなふうに勘ぐってしまうわけですいやあくまでも邪推と言いますか陰謀論に過ぎませんただまあそんな陰謀論じみた仮説としてもまさかそんな理由でここまでやるわけがないと思われるかもしれませんが 正直こう10年ほど前まではそういう VTR のためなら何をするかわからない。 残酷で狂気性を持つテレビマンは5万と言いましたし何よりこう取ってきたコメント素材にそういう温度感熱のようなものを感じないと上からこう徹底的にダメ出しを食らうなんて日常でしたまあこれはバカバカしくてなかなか理解されにくいでしょうがとにかくまあテレビマンの多くはこうした温度感だったり熱のある発言にこだわる傾向がありますとはいえまあこの私のバカバカしい推察は外れてほしいと願うばかりです ただまあその予想が外れたとしてやっ。 やっぱりこう、これ単なるキャスティングに難航した。ましてや、ボンミスとは、どうしても考えにくいところがあるんですよね。まあ、いずれにせよ、ニュースウォッチ9の謝罪で触れられたように、ご遺族の思いを伝えるという考えで放送しました。この発言が事実であるというのなら、じゃあなぜそれとは真逆の VTR 構成になってしまったのか、どういう経緯で、そしてどういう制作過程でこういうミスが起こったのか、改めてこう、納得感のある説明責任を果たすべき。 番組のエンディングで。 まるでアリバイ工作のような謝罪で済ませようとするしますやっぱ少なくとも番組冒頭できちんと頭を下げるべきじゃないですかねいやなら1時間ぶち抜きでの検証特集を組むくらい今回の件は大きな問題をはらむ事案だと感じますそして何よりこうツイッターを見るとご遺族の方々が今回の取材や報道をどれくらいこう待ち望み期待していたのかが分かりますそんな思いを踏みにじるような報道が許されていいはず がありません何よりこうお亡くなりになった方々への冒涜とも取れる捏造ですちなみにこう因果関係の是非を問う報道ではなくワクチンの接種後に亡くなってしまったというこの事実を報道するだけならコンプライアンス的にも何の問題もありません。 しかも今回の件さっきも触れたようにテレビの制作現場にいまだすく制作過程で生じるもっともっとというテレビマンの欺瞞に起因する大きな問題がはらむのではと個人的には感じるところがありますしかもそれに何の罪悪感も持たずむしろそれが使命感のごとく振る舞うというこの薄気味悪さコンプライアンスやガバナンスの不備以前に人としての基本倫理観が欠けているわけです というかテレビ界にいるとどうしてもその罪に気づかない盲目になってしまうところがありますこうした海を出し切らない限り今後もこういう悲劇は繰り返されてしまうと感じるんですよねそして最後に くしくも昨夜の NHK クローズアップ現代でようやくジャニーズの闇について特集したわけですがそこよりもむしろ NHK はまず自局のこうした問題をこの取材力も予算もマンパワーも潤沢な黒源という番組で検証すればきっとその不都合な真実にたどり着けると思うんですけどねとにかくこう改めてきちんとした形での謝罪検証が必要だと思います というわけで今回の動画は以上になります。この番組では毎回こうしてテレビにまつわる考察や敵に辛辣な批評を行っております。今回少しでも参考になった面白かったという方は高評価並らびにチャンネル登録よろしくお願いします。あと、Twitter もやってますのでぜひフォローお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で。